ドラドラチャンネル、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけたら、いち早く最新動画を見ることができます。大河ドラマ麒麟がくる、ナレーションは野原圭です。第20話の放送も終わりました。美濃を追われ、子供たちに習いを施す光秀、家の資金も尽きかけ、越前の国で仕官の道を探るが、朝倉義景の対応に憤りを隠せない。そんな時、織田と今川の戦いが始まると知り、いても立ってもいられなくなる光秀。自分は何をやっているのかと。そして早馬で尾張へ向かうのだが、第21話のお話は、信長は後の徳川家康となる松平元康を離反させることに失敗した。父信秀の教えを思い出し、今川義元が本当に2万もの大軍であるかということを疑い、戦の前線へ出陣する。ところどころで小さな戦いを行っていき、義元の本体から徐々に兵を引き離す作戦をとる。一方の元康は、三河の軍勢に対し傍若無人に扱う今川の家臣に次第に嫌気がさし始め、織田軍に対する戦闘に加わることを拒否する。そして暴風雨の中、各地の戦で散らされた今川本体は桶狭間山での立ち往生を余儀なくされ、そこへ織田の軍勢が襲いかかる。第21話はこのようなお話になるようです。桶狭間の戦い。1560年5月19日に起こった日本の歴史上有名な戦いです。織田の少ない軍勢で今川の大軍を打ち破ったことで知られます。戦後、東海道に大きく君臨していた今川は没落していき、織田はここから急速に拡大。織田信長が戦国の覇者として君臨していく歴史の節目の戦いでもありました。桶狭間の戦いにおいての登場人物、織田信長、今川義元、松平元康までは分かります。しかし他の登場人物、参加した人物はあまりよく知らないので、抜粋して簡単に人物紹介をしたいと思います。織田方から紹介します。前田利家、青年時代は槍の又左衛門、もしくは槍の又左と呼ばれた武将。信長の寵愛を受けていた重阿弥を信長の面前で殺害し、桶狭間の戦いでは出仕停止の処分を受け、浪人暮らしをしていた。無断で桶狭間に参戦し、首3つを挙げる功績を立てている。しかし出仕停止の処分は解かれなかった。森義成、美濃の国の守護大名時氏に仕えていたが、斎藤道三に時氏が滅ぼされると織田信長に仕えた。信長の家督相続と尾張統一に尽力し、清須攻め、伊能の戦い、桶狭間の戦い、信長上洛の際は柴田勝家と先鋒を務めるなどの武功を挙げ、十字槍の使い手で攻めの三座という異名も。毛利信介、織田家の家臣で馬回り、桶狭間の戦いで今川義元の首を挙げた。この際義元に指を噛みちぎられたと言われています。馬回りとは騎馬の武士で大将の周りに付き添い、護衛または決戦の兵力、平時には事務などをこなす秘書的な業務も行う武芸に秀でた者が選ばれるエリート。ドラマでは今井翼さんが演じます。柴田勝家、ドラマでは安藤正信さんが演じています。
信長の弟信行沼本を信長に密告した人物。信長亡き後の清須会議終了後、勢力を増した秀吉との抗争に敗れ自害しています。佐久間信盛、金子信明さんが演じています。桶狭間の戦いでは全成寺砦を守備しています。桶狭間の戦いの後、織田家筆頭家老まで上り詰めましたが、数々の失態を犯し織田家を追放されています。次は今川方をご紹介します。井伊直盛、遠富の国稲佐郡飯野屋城の城主。大河ドラマをご視聴された方はご存知かと思いますが、2017年放送の女城主直虎で主人公直虎の父親にあたります。柴崎浩さん演じる直虎の父で、杉本哲太さんが演じていました。家族にも家臣にもとても優しい武将を演じていましたね。桶狭間の戦いでは先陣を任され、この戦いで家臣16人とともに討ち死にしました。本多忠勝、槍の名手としてとても有名な武将で、使っていた槍の名前はトンボ切り。幼少の頃から徳川家康に使え、13歳で桶狭間の戦いの前哨戦の大高城兵糧入れで初陣。この時元服しています。1600年の関ヶ原の戦いで数多くの武勲を挙げ、徳川家康からとても寵愛され、江戸幕府の中枢にいた武将。松井宗信、今川氏に3代にわたり家臣として仕え、今川家における重鎮中の重鎮。桶狭間の戦いでは本陣の前線に配置されていたが、吸収してきた織田軍から本陣を守るため200名を率いて奮戦したが、宗信以下家臣もほとんど戦死したといわれる。享年46歳。もっとたくさんの武将が桶狭間の戦いで参戦していますが、あまりにも多すぎて割愛します。そしてこの桶狭間の戦いではたくさんの謎が残されています。今川の本当の数は2万5000より少なかったのでは？織田は2000以上の兵を動かしていたのでは？織田は鉄砲を多用した？などの考察が出てきており、真相は後の歴史家が解いていくのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見、ご感想など気軽にコメントしていただけると嬉しいです。